こんにちは、速稼塾の久保です。今回の億万長者合宿、そうですね、精神のことについて語っていきましょうか。やっぱりね、私はね、自分でも精神力がかなり強い方だと思います。で、逆にですね、精神力が弱いと何も成し得てないと思うんですよ。これはすごくシンプルな話なんですけども、例えばね、動物、物質、人間というふうに3つのカテゴリーを分けるとして、精神があるのって誰なんですかね。動物には精神っていうのはありません。本能と条件反射で動いてます。精神があるように見えるのはあくまでも人間がそう思ってるだけであって、感情は多少あるでしょうけども、精神はないわけですよ。ここが非常に大事なところです。ワンちゃんとか可愛がればさすがに喜んでね、ハーハーやってベロを出したりとかして、すごくね、愛嬌を振りまいてくれます。でもそれはですね、あ、この人に、愛嬌を振りまいたらいくらぐらいもらえるかなっていう形で、思考してるわけじゃないんですよ。要するに精神を使ってるわけじゃないんですよ。それはですね、多少の感情なんですよね。で、精神と感情っていうのは似て非なるもので、同じと言ってもいいんですけども、普段は。細かく分けると、精神と感情っていうのはちょっと違います。で、私がね、今こそ精神力だと思うのは、みんながね、もう暗くなって将来が見えないわけですよ。すごく落ち込んでるわけですよ。その時にこそ精神が大事だっていうのはこれで分かります。人を励ましてあげる人。ね、人を応援してあげること。で、声をかけてあげること。癒しとかね。それから希望を見出すようなことをずっと言ってあげることによって、人は鬱屈した精神がもしかしたらね、回復するかもしれないんですよ。で、うつ病ってなんで起きるかってことなんですよ。それはうつ病ってのはですね、自分が求められてない、もしくは自分の行動が否定されるってことがもう本当にね、嫌になって苦しむわけなんですよ。板挟みになるわけですよ。上からも下からも横からも、そして相談できる人がいない、癒してくれる人がいない、だからうつ病になってしまうわけですよ。精神病になるわけですよね。ですから、普段から人に励まされて、普段からね、人に必要とされて、応援されて、いわゆるね、チヤホヤされていたら、うつ病になるかって話なんですよ。いつも気持ちがいい、いつも楽しい、いつも嬉しい。どうやってうつ病になるんですかって話ですよね。だから精神っていうのはすごく大事です。私はね、それは全然否定しませんし、精神論を否定する人も中にはいるでしょうけども、そういう人はそういう精神力なんですよ。だから結局ね、精神論に戻るんですよ。人の精神論を、攻撃する人は、そういう精神で生きてるんですよね。そういう思考で生きてるんですよ。ですんで、私は結局は精神力なんだろうなと思います。人間はね。で、自己否定論っていうのが速稼塾の中にありますけども、これは何かっていうとね、現状でもうね、打つ手がないんじゃないかなと思って、行き詰まることがあると思うんですよ。でもそういう時に自己否定論です。いやいや、まだなんか打つ手があるんじゃないかなとかね。今までやってなかったこの方法はどうかなと。昨日まで否定していたこれはどうなのかなと思うことなんですよ。これが自己否定論です。過去の自分を否定してみて、違う方向でね、これはないだろうと思う道に進んでみるってことなんですよ。今、店舗をやられている方、会社をやられている方、非常に苦しいと思います。今までやったことが通用しない。そういう時こそ、今まで通用しなかったことが通用するようになっているかもしれないっていうようなパラダイムシフトが必要なんですよ。これが自己否定論です。いわゆるね、折れない心を持っていこうってことなんですよ。結局は、出口のない洞窟はないんですよ。入った以上は必ず出れるんですよ。その出口が見えないだけであってね、その出口はこっちなんじゃないかなっていうふうに励ましてくれる人がいないだけで、目の前が真っ暗になってるだけなんですよ。でも必ずですね、私たちは、人類っていうのはね、どんな苦境からも、どんな大戦争、大干ばつ、そんなとこからもね、多少の犠牲は出ても、絶対にね、復活してきたわけですよ。じゃあ犠牲が出ちゃった、お亡くなりになった方とか、戦線から離脱された方はどういう方かっていうと、やっぱりね、弱い方とか、人から支援されなかった方とか、人から励まされなかった方とかね、こういうふうに、まずは精神が傷んできてしまってですね、で、肉体的に滅びてしまう。そして肉体が滅んでいくから、精神もやっぱり弱ってしまうという、この繰り返しで落ち込んでいくんですよ。でも肉体が滅んでも精神的に支えるものがあればね、励ましとか癒しがあれば、肉体を持ちこたえさせることができるんですよ。その逆もそうなんですよ。精神力が弱っても、肉体が強い、筋肉隆々の人っていうのは、精神をね、肉体によって押し上げることができるんですよ。じゃあ精神と肉体、どっちも失った人っていうのは、これは死なんですよね。もう死を待つだけです。ですんで、そういう両方弱った方には、誰かの励ましや応援や癒しってものが、希望ってのがね、必要なんではないかなと私は思うんですけどね。はい、大和魂についてもちょっとね、話されてましたけども、私必ずしも特攻精神をですね、賛美するものではありません。やっぱり悲惨なことだと思いますけども、でもね、いざとなったら、ああいう精神力を、大和魂を見せるんだなと思うことによって、それ以来、日本に戦争を仕掛けようなんて国はなかったわけなんですよ。そういう意味で言うとね、特攻っていうのは、必ずしも賛美できるわけではないですよ。応援できるわけではないですよ。でも、特攻志願者の中の多くの方は、ここで、こういう姿を見せることによって、
未来永劫日本テクには一目置かれるんだっていうのね、そういう希望を私たちに残したんだと私は解釈するんですよ。たくさんの遺書を読んでみて、そしてたくさんの体験談、生き残りの方のね話を聞いてみて、一つはやっぱりね、行きたくなかった、青春真っ盛りで死にたくなかった、そういう思いはあるけども、でも奮い立ったのは何かっていうと、自分の行動が必ず次の世代の肥やしになるはずだと、遺産になるはずだという形で精神を残してくれたんですよね。そういう意味でも精神っていうのは私たちが受け継ぐに値する精神論の強みだと思うんですよね。で、自分の精神が死後も誰かに受け継がれるとしたら、こんなに嬉しいことはないと思いますし、それを励みにね、一つ何かを頑張れるってこともあると思うんですよ。特に家族をお持ちの方っていうのは、自分の考え方とか志を自分の子供たちに残しておきたい、周りの人に残しておきたいと思うからこそ一生懸命やるんじゃないかなと思うんですよ。人はですね、人から与えられたもので生きていきます。でも死後は人に与えたものが残っていくんですよね。そういった形で私は精神論かなりね、好きでございます。哲学ですとかね、心理学にも関わることなんで、精神論を軽視する人に成功はないと思いますけども、いかがですかね。はい、そして最後なんですけども、精神力がなぜね日本人持てなくなったのかっていうと、これね合理化なんですよ。合理化とか効率化が、入ってきてですね、精神力がなくても簡単に結果が出せるようになってきたんですよ。フォーマットです。それはある意味いいことなんですよ。いいことなんですけども、そのフォーマットが使えなくなったような今みたいな状況が起きた、いつものようにやってればいつものような結果が出るんだよっていうふうな効率化が徹底的に破壊された時って、精神力の時代なんですよね。だから今ね、もう一回自分の心に、振り返ってみる時かなと思うんですよ。その昭和魂ですよね。昭和魂をもう一回使っていく、大和魂をもう一回使っていく、精神力で乗り越えていくような、ね、泥臭さが求められてるんだと思うんですよ。その精神力の源は何かっていうと、家族を思い出すことだと思います。自分のね、両親にこういう時だからこそ電話をかけて、大丈夫かいって声かけてあげるとかね、俺は頑張ってるよみたいなことを言ってあげるとか、それでお互いがお互いを安心させてあげる、ある意味ね、傷を舐め合っていく時期なんですよ。そして傷を舐め合った後に何ができるかっていうのをお互いに探していく、お互いのいい点を見つけてあげて、これをやったらいいんじゃないっていうふうにお互いにお互いを肯定してあげることなんですよ。他者肯定ですよね。それによってこの難局を乗り越えていこうという力が出るはずです。人はですね、やっぱり自分が認められて自分の力が期待されたらやってみようと思うはずなんですよね。どんだけ否定しても、そうは言われてるんだったら、そう言われるんだったらやってみようかなって気になるはずなんですよ。ですから普段からね、あなたにはできるはずだというふうな、その激励も必要ですし、そんな甘いことでは乗り越えられないよというような叱咤も必要なんですよ。ですから叱咤激励なんですよね。私は吉谷さんがやっているそのいわゆる工学塾ってものは、その叱咤激励、精神の部分が多いです。なぜならもう心が折れた時に精神を支えてあげるような、そんなねメンターの存在がないとやっぱり立ち直っていけないじゃないですか。じゃあこういう時にね、私が折れてますか？吉谷さんがへこんで売れねえよとか言ってますか？売り上げ絶対作るでしょ、どういうわけか。その諦めない精神です。月末、例えば23日、24日、25日、29日に迫っても売り上げが全然できてないよ、でも諦めないですよね。売れないからこそ売れるまでやるわけですよ。心が折れそうだからこそ、その折れそうな心を死で支えるための精神力を持つわけなんですよ。流れに任せて折れたら折れるまんま、売れなければ売れないまんまだと、諦めの精神がどんどん助長されるだけだと思いますよね。今回はね、精神論についてちょっと何回かに分けて語ってみました。皆さんね、どのようにお感じになったでしょうか。私は誰よりも精神力がある人間だと思いますし、ある意味鈍感力があります。思考停止して無視することができるんですよ。自分の苦痛を無視するんですよね。このねスキルはなかなか他の人には手に入らないのかなと思います。皆さんね、自分の傷には敏感で、人の傷には鈍感なんですけども、これ逆にした方がいいんですよ。人の痛みには敏感で、自分の痛みには鈍感である。これがですね、難局を乗り越えるための一つの精神論だと私は思っております。